はい、それじゃあ第6回一の三条婚最高って書いてありますが、一の三条婚最高を再び考えるも何も一度も考えたことねえよって人のために、一の三条婚なんだっけっていう話をまずはしましょうか。一の三条婚って何のことっていうと、なんか X っていう数がありましたよ、参上しましたよ、そうしたら1になりましたよ、 X は何だったんでしょうね。で、当然1入れたら参上しても1だけど、それだけじゃないでしょみたいな問題を2年生で、教科書にも載ってるんで必ずやってるはずですね。これをどうやって解くかっていうと、こう避けて因数分解すると、3乗引く3乗の因数分解の公式がありましたね。こんな形になりますよ。だからで、こんな形になるのは大丈夫ですか。3乗引く3乗の因数分解の公式でやってもいいし、因数定理で1は絶対これの解なんだから因数持ってて割ったらこうなるよねってやってもいいし、ともかくこういう形に因数分解できますね。ということは、ここが0かここが0かってことなので、変なこと書いてる、 x イコール、1か、またはこれが0になればいいので、これ解くとこれが0になると、いうのは要するに、解の公式で解いてこうなりますよ。x イコール1か、x イコールこのプラスマイナスの2種類か、合わせて3種類の解がありますよっていう問題を解いたことはきっとありますが、これだけ見てると何をやってるかよくわかんないんですよね。だけど複素数平面っていうものをすでに知っている、この段階になると、ああ確かにそうなるわってことがちゃんとわかるんですよ。複素数平面上にこれとこのプラスのやつとマイナスのやつの3種類を書いてみることにしましょう。書くと、なんでいきなり円書いたのって思うかもしれないけど、この点って全部円上に乗るんですよ。書いてみればわかります。まず x イコール1っていうのはここですね。実部1、虚部なし。それからこれはっていうとマイナス2分の1だから、この辺ですかね。マイナス2分の1、上にどんだけいくかっていうと2分のルート3上がりますよっていうのはこの円上にあるんですよ。どうしてかって分かりますか。だって実部の2乗と虚部の2乗したら絶対値1になりますね。だからこれ長さ1、半径1の円の上にありますよね。ここの長さが1になるから、ここの長さも1、ここの長さも1になりますね。単位円周上に2つ目の解が乗りました。で、3つ目の解、今度はマイナス方向、マイナス2分の1マイナス2分のルート3はここに乗りますよ。
なんでってここに線引いたここの長さってこの絶対値計算したら1になるでしょうというか、片っぽがサイン片っぽがコサインみたいな形、こっちがサインでこっちがコサインかなみたいな形になってるでしょうということは単位円周上に乗りますよね。こことこことここが3つの解です、それを角度で言うとどうかっていうと、変角で言うと、ここの角度は120度ですね。3分の 2π ですね。で、ここの角度はっていうと、3分の 4π ですね。だからちょうどこれって3分の1、3分の1、3分の1で単位円を3つに分けてるんですよね。というふうに考えると確かにこれは1の3乗根だなということが目で見て分かりますか。なんでかっていうと、まあ1が3回かけても1になるのは当然ですが、ここの数を3回かけてください。そうしたらどうなるかって、3分の 2π だったものがもう1回かけると3分の 4π になりますね。2乗したらここです。もう1回かけたらどうなりますか、さらに3分の 2π 回転して、あ、1周回って戻ってきたじゃないかっていうことで3回かけたら1になってますね。こっちはどうでしょうか、3回かけたら本当に1になるでしょうかって、1回かけたらここまでですね。2回かけたらどうするって、3分の1、3分割したもんが2つ分進んだんでしょ、もう2つ分進みますよ。1個2個、ここまでで2回かけましたね、もう1回かけますよ。3分割したもの2個分進みます。1個2個、お、2周回って戻ってきましたね。だからこれだってやっぱり、3回かけたら1になるものですね。これだけ見るとなんだかこの代数的にね、方程式解いてなんだかよくわかんないけど出た、本当に3回かけたら1になるのかよって、3回かけたら確かに1になるけどさっていう感じですが、複素数平面上で見るとそんなん当たり前でしょっていうふうになりますね。今まで何だったんだろうと思っていた1の3乗根はこういう図形的な意味を持っていたんです。それじゃあこれに関連して、これまた教科書に載っている何だったんだろうあれっていう問題を、さらに図形的意味から、ああそういう意味だったんだっていう納得をしてもらうことにしましょう。こういうの見覚えありますか、X3 乗イコール1の解のうち1でないもののうち1つをオメガとする、オメガ3乗プラスオメガ2乗プラスオメガの値を求めようとか、みたいな問題やらされませんでしたか。こういうの載ってるんですよね、教科書にね。で、これどうやって解くかっていうと、X3 乗イコール1の解なんだからオメガって、あの方程式の解なんだから代入してもいいでしょうってことは、これって実は1でしょうと。
実は1でしょうと。で、こっからですよ。これはね、実は0だから0だよねはっていう、教科書なり応用問題集の回答を見てはって2年生当時思った人はきっと多いと思います。何なんだこれって、もうちょっと説明を読んでみるとね、こんなことが書いてあるわけですよ。オメガってこれの解なんでしょ、で1じゃないやつなんでしょ、それは言い換えると変形したこれの解なんでしょ、で1じゃないんだから、これが0になるかこれが0になるかの、こっちの括弧から出てくる解は x イコール1で、こっちの括弧から出てくるのの、2つあるうちの片っぽがオメガだって言ってるんですね。解1じゃないもののことを言ってるんだから、こっちに代入して、0になるんですよと。まあ言ってることは正しいですけど、全くイメージ湧きませんね。このイメージをどうやって捉えたらいいかというと、これの図形的イメージはね、図形的イメージではの三乗根ってここに1個あってここに1個あってここに1個あるんですね。1個2個3個のうちのこっちかこっちかどっちか知らんけども、どっちかがオメガなんですね。まあ仮にこっちがオメガだとしておきましょうか。そうするとオメガ2乗ってどこにあるでしょうっていうと、ここまでが120度なんだから240度のところにオメガ2乗があることになりますね。そしてここに1がありますよね、ということは、これとこれとこれと足したらどうなるでしょうって、ベクトルだと思ってください。言い換えると、ここに何か荷物があって3人の人が同じ力で引っ張るよ引っ張るよ引っ張るよ、あ動かないねって言ってるのと同じですよ。ゼロでしょ。こう3回回って同じになるような3回対称、ベクトルを、3つ足しましたよ、そんなん対称なんだから0に決まってるでしょう、というのがこれの意味なんですよね。今まで式でしか捉えられなかったので、そりゃ式でいやそうだけどさ何のことだろうねっていうふうに考えていましたが、複素数平面で考えれば当たり前だねになりました。でもう一個補足、仮にこれがオメガだとしましたが、こっちが、2乗だったらどうすんのっていうと、これが2乗だったら、あ2乗だったらじゃない、こっちじゃなくてこっちがオメガだったらどうすんのっていうと、これもう一回かけると3等分が1回2回分でしょ。もう一回かけたら1回2回3回4回分になればいいんでしょ。
だからこれがオメガ2乗だよね。結局同じ結論が出ますよね。だからどっちでも、これが0だという結論には変わりがないんです。今何分でしたっけ。15分。実はもうちょっと先の方の話までしたいんですが、一旦切りがいいのでここで、切って次の授業に回すことにしましょう。はい、終わります。